ミシェル・エリカ・ムラーリ役の志村麻里子さん、大鳥恭平役の大東俊介さん、そしてハンチョル監督です。さあ皆様にご登場いただいています。皆様盛大な拍手でお迎えください。ドラマからずっとやらせてもらっていたんですけれども、それが映画化になってなんかよくわかんない、なんかすごい緊張してるんですけど、本当に春日ありがとうございます。ホワイトデーということなので、今日は男性陣から女性陣へクッキーをプレゼントしていただこうかと思います。ただクッキーを渡すだけではなく、せっかくですのでそれぞれの役になりきって愛の告白を言っていただこうと思います。役柄になりきってということですけども、まさかこんなに緊張するとは思わずですね、マイクが震え出すというミシェル、好きだ、あなたの家柄が。僕と付き合ってください。ミシェルちゃん、今日はホワイトデーだね。ねえ、今日はこんなに大きい桜のクッキーを用意したよでもちょっと大きすぎるから、後で僕と半分こしようね。はい、ありがとうキャラクターになりきってってことですよね。わかりました。ごめんなさい。終了ですか。さあそして部長玉木役の山本さん、お願いします。マリコ様、下から失礼します。マリコ様、僕は映画の撮影が終わってからエビルバディカチューシャ、いやエビルであなたのことを考えてました。僕のじゃない、あなたの愛をフライングゲットしていいですか。ダメかな。さあ続きまして川口さんに受け取っていただきます。ハルヒ、カオルでもなくトノでもなく俺じゃダメ。下手くそだけど頑張ってやるから食べてよ。ハルヒ、僕とヒカルをいつも見分けてくれたのはハルヒだけだったね。ヒカルじゃなくてカオルはどうかな。藤岡くん、これは悪い層が出ておりますね。これを食べてぜひ黒魔術部へ。ありがとうございます。ありがとうございます。最後はこの方に決めていただきましょう。山本さん、お願いします。ハルヒ、1年間ご苦労様でした。これからもよろしく。はい、皆さんからの愛の告白、ドキドキしましたね。全員良かったんですけど選べないですね。シンプルに決めてくれた玉木先輩にですなんかみんな思ってたよりも普通でびっくりしました。玉木先輩が一番刺さりました、やっぱり。はい、はい、ちょっと目の前で泣きそうでした。泣いてないですけどね、はい、細かいところまでチェックしてください。よくやってるんで、なんかいろいろなこと。ヒントは黒服着てサングラスしてみんなでタモリさんスタイルでいるんですけど、その時のシーっていうところがちょっと違います。そこちょっと楽しんでください。